ロシアの政治基盤を揺るがした反乱、ワグネル蜂起の波乱万丈の物語が驚くべき展開で、またもや謎めいた展開を見せた。かつてクレムリンの現状を脅かしたこの蜂起の指導者、通称プリゴジンは、モスクワとサンクトペテルブルグの間で謎の失踪または墜落を遂げたジェット機に乗って悲惨な運命をたどった。蜂起からちょうど2ヶ月後というこの悲劇は、無視できない不気味な偶然の一致である。しかし、この物語の複雑さを掘り下げてみよう。ワグネル蜂起は6月23日、プリゴジンがクレムリンの戦争戦略に異議を唱えるため、軍の高官を標的にロスタボンドンで反乱を起こしたことから始まった。政府の方針への不満が彼の反乱に拍車をかけ、彼の軍隊はすぐにモスクワに照準を合わせた。衝撃的な展開として、反乱は中盤で突然停止し、プリゴジンは恩赦を条件にベラルーシへの亡命に同意した。この合意は、一見安定しているように見えたが、不透明な雰囲気を漂わせていた。プリゴジンの命を奪った墜落事故について様々な憶測が飛び交う中、二人の著名人、ガーシュインとディミトリ・アテキンも一緒に亡くなったと噂されている。これらの犠牲者は物語に空白を残し、紛争の将来の軌道に関する議論を巻き起こした。これらの出来事が意味するところは、ワグネル蜂起そのものにとどまらず、ロシアの政治情勢や国際関係にまで及んでいる。その最前線にあるのが、ワグネルグローバル帝国の運命問題である。アフリカを中心に世界中に資産を分散させたワグナーは、鉱物資源と引き換えに政権を強化する傭兵部隊の役割を果たした。この強制関係はワグナーの収益性を高めただけでなく、クレムリンの利益とも一致し、ロシアに友好的な政府の支配を確実にした。プリゴジンの消滅によって、ワグナーには権力の空白が生じ、プリゴジンが勢力を誇っていた地域でのロシアの地政学的影響力について疑問が投げかけられている。プーチンとプリゴジンの複雑な関係も舞台の中心になる。プリゴジンはアフリカにおけるロシアの権益を守る役割を担っていたため、クレムリンから一定の寛大な扱いを受けていた。しかし、プリゴジンの死によって、プーチンは戦略的な難問に直面している。ロシア外交官による突然のリビア訪問は、クレムリンがワグネルの後継者を探していることを示唆している。課題は、ワグネルが影響力を握っていた地域でロシアの影響力を維持できる後任を見つけることにある。このように、墜落事故は蜂起の運命に影響を与えるだけでなく、ロシアの国際的な同盟関係の複雑さを浮き彫りにしている。墜落事故はまた、ロシア政治におけるより広範なパターン、つまりクレムリンとその批評家との間で進行中の闘争とも結びついている。近年、異論を唱える人々に対する弾圧が行われており、プリゴジンの死を取り巻く不審な状況はこのパターンに合致する。この物語は不確実な地政学的情勢の中で反対派を鎮圧し、権力を強化しようとするクレムリンの努力を浮き彫りにしている。墜落事故をめぐる謎は不確実性をさらに増幅させている。プリゴジンは事前警告によってジェット機の運命から逃れることができたのだろうか。死者のスイッチが隠された真実を暴く鍵を握っているのだろうか。これらの疑問は、蜂起後の情勢を定義するスパイ、政治、権力力学の複雑な網の目を強調するものである。ロシアがワグネル蜂起の余波と戦う中、国内の安定は依然として懸念事項である。幻滅したワグネル支持者が復讐を試みる可能性は、プーチン政権に難題を突きつけている。クレムリンがこのような国内の緊張をうまく乗り切れるかどうかが、この国の軌跡を形作ることになるだろう。ワグナーの滅亡は、プリゴジンの強固な掌握によるものであり、その殺人的伝統が PMC を屈服させた。かつては強大な戦闘力を誇ったワグナーも、今では迫害に直面し、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの権威主義政権の下で隷属することで食材を求めている。かつてはワグナーの旗印に忠誠を誓っていた元兵士たちは、今では人里離れたジャングルで、ダイヤモンド採掘から麻薬製造に至るまで、すべてワグナーの名の下に陰惨な事業を守っている。彼らがショイグの指揮下でウクライナとの戦争に参加する可能性があるとの憶測が広がっている。この申し出は魅力的に見える人もいるかもしれないが、彼らが深い軽蔑を抱いている指導者プーチンのために再び命を危険にさらすことを望む人が多いかどうかは疑わしい。
この感情はプーチンが自分たちの指揮官の使徒 PMC の存在意義の喪失に責任を負っていると認識していることから生じている。戦死したワグナーファイターたちの家族がかつてはプリジオンの組織を通じて当てにしていた報酬を失うにつれ、ロシア国内の安定はさらなる崩壊の瀬戸際に立たされている。ロシア社会内の緊張はエスカレートし、クレムリンの権力回廊で高まる不安を映し出す。ワグネル PMC の公開処刑はエリートたちの不安と不確実性の触媒として機能している。さらにプリゴジンの最も忠実な信奉者たちから密かに復讐を求める派閥が出現しているという噂がクレムリン内の不安を高めている。この影のグループはプーチン、ショイグ、ゲラシモフを抹殺する意図を抱いている。血生臭い復讐への欲望は明白であり、その結末は予測不可能である。この混乱の中、ロシア系住民がウクライナ軍内で部隊を結成している映像が流れた。意外な展開だが、彼らはワグナーの残党に招待状を出し、同胞に対抗するためにウクライナ軍に加わるよう促している。この映像は現在の地政学的状況を象徴する忠誠心の移り変わりと複雑な力学を反映している。最近クリミアでロシアの S-400 防空システムが破壊されたことで、ロシアの脆弱性がまた一つ増した。この攻撃はウクライナの軍事情報局によって組織されたもので、その威力で知られる高度なミサイルシステムを標的にした。この作戦の成功はロシアの軍事インフラが崩壊状態にあり、効果的な対応ができないことを示している。こうした動きの中、ウクライナの反攻は回復力と決意を示し、ロシアによる占領半島への支配力を削いでいる。ワグネルの陥落とロシアの重要な軍事システムの混乱は敵対勢力の弱体化を露呈した。パワーバランスは変化し、ロシアの支配力は予想以上に早く損なわれている。数週間にわたる憶測と不確実性を経て、ロシア国営メディアはついにかつてウクライナで占領軍を指揮した著名人セルゲイ・スロビシン将軍の解任を確認した。その残忍な戦術からシリアの虐殺者、終末将軍などの悪名高いあだ名を持つスロビシンは、ワグネル反乱以来ほとんど表舞台に立つことはなかった。反乱によって引き起こされた騒乱はウラジーミル・プーチン大統領の長年にわたる支配に対する重大な挑戦であり、スロビシンの解任をめぐる状況は憶測と疑問の嵐に火をつけた。スロビシンの解任は政局を混乱させ、クレムリン協定に基づく広範な交渉につながったワグネル蜂起に彼が関与した可能性、あるいはそれを知っていたことに起因すると考えられている。スロビシンと蜂起との関係を示唆する報道は不可解な欠席と相まって彼の立場を不利にした。蜂起前、スロビシンはプリギオンやチェチェンの指導者ラムサン・カディロフのような高官から公然と支持されていた。反乱後のスロビシンの不在とその後の消息不明はロシア軍内部の広範な再編成の噂を煽った。ロシアの軍事戦略を専門とする著名な政策研究者ダラマシコは、40年間軍に勤務してきたスロビシンの性格の複雑さを強調した。彼の行方をめぐる謎は彼の運命について様々な憶測を呼び、最終的にはロシアの軍事階層に影を落とすことになった。スロビシンの解任は空白を生み、ロシア特殊部隊内の潜在的な不安定性への懸念を促した。クレムリンが公式発表なしにスロビシンの後任をビクトル・バサレフ将軍と秘密裏に決めたことがさらに陰謀を深めている。この状況は中国が採用している当局者が公の場から姿を消し別の役割で再び現れるという戦術と共鳴する。アナリストたちはこの沈黙をプーチンが自身の支配に難癖をつけかねない有力者との直接対決を避けようとしていると解釈している。ウクライナの著名な政治学者であるウラジミール・ファシンクはスロビシンの失踪と中国での同様の出来事との類似性を指摘した。この沈黙と謀略の戦術は権力闘争と潜在的な対立を回避するというプーチンの関心に応えているようだ。ワグネライトやプリジオンのような反抗的な行動を取った後でも直接対決を避けるのは、対決の結果がどうなるかわからない中で安定を維持するためのプーチン流の方法かもしれない。ファシンクはスロビシンのケースは軍内の不満を避けるために解任されずにシリアに派遣されたイワン・ポポフ将軍のケースと同じだと主張する。この戦略は
軍のヒエラルキー内の混乱を避け、影響力のある人物からの潜在的な抵抗や挑戦を防ぐことを目的としているようだ。スロビシンの解任は謎に包まれたままだが、専門家たちはウクライナにおけるロシアの作戦への潜在的な影響について懸念を表明している。軍事作戦におけるスロビシンの能力が認められているだけに、彼が戦場からいなくなった場合の影響について疑問の声が上がっている。ロシアのウクライナへの関与が不透明な中、こうした動きは国内外のオブザーバーを魅了し続けている。